出発しようか。満腹丸ちゃん頑張るのだ。なんだかとんでもないことになっちゃったね。確かになかなか衝撃的なお話でした。この島を出たら兵器として売られるか。まったく冗談じゃないわ。病気が治るって話はどうなったのよ。全ては V ウイルスの感染者を集めるための方便だったんでしょう。そんなのってないよ。だったら私たちは何のためにこの島に来たの？みんな病気が治るって信じてたはずなのに。お姉ちゃん、グンダリ先生のおっしゃっていたことを信じるなら、私たちをマルキリーの未来を守るためでしょう。詩人の力でこの島を封印し、外部からの干渉を断つ。そしてマルキリーをその身に取り込み、時を止める。時間が止められている間はウイルスの進行も止まるし、暴走する心配はありません。確かにこの島にいる限りは平和に暮らせるという言葉に嘘はないのかもね。兵器として売られる心配もなければ、病気で死ぬこともないんだもの。そうやって治療法が開発されるのを待つのが正しい選択なのかも。そうなのかな。少なくともバイオラの言うように命の危機にさらされることはないだろう。難しい話をしてるのだ。あんまり難しい話をしてるとカロリーを使いすぎてお腹が空いてしまうのだ。あんたね、この状況わかってるの？わかっていないのだ。はっきり言うな。食べていれば幸せという価値観はある意味羨ましいかもしれんな。いえいえ、それほど。でも褒めてはいない。あれれ、私はこんなの間違ってると思う。お姉ちゃん、間違ってるってどういうこと？治療法が見つかるまで指針の力で時間を止めて待ち続けるなんて、そんなのいつ見つかるかわからないでしょ。何年、ううん、何十年も経った後に病気が治っても幸せなはずがないよ。だってそこにはもう私たちのことを知っている人が誰もいないかもしれない。私は病気を治して家に帰りたいの。家族やまたみんなの笑顔が見たいの。お姉ちゃん、やれやれ、まるで子供のわがままですね。そんなことを言っても私たちが置かれた状況は変わることはないんです。だからってみんなは本当に耐えられるの？私たちが生きているのは今なんだよ。今ですか？そうだよ。かけがえのないこの一瞬一瞬を生きることに意味があるって私は思う。どうすることもできないからって時間を止めて待ち続けるなんてやっぱり間違ってるよ。だとすればどうします？この状況を打開する案があるのなら提案してください。そうでないというのならあなたの言っていることはやはりただのわがままです。たとえそうだったとしてもいい。私にはどうしても納得なんてできないよ。呆れた人ですね。難
難しいことはよくわからないけど、満腹丸ちゃんは凛ちゃんに賛成なのだ。満腹丸ちゃん、それはどうしてです？だって時間が止まっている間はご飯を食べられないわけで、それは生き死にに関わる問題なのだ。あのね、満腹丸さん、時間が止まるということはお腹が減らないということなんです。それどころか自分が食べていないという自覚さえ認識できなくなるんです。それでも満腹丸ちゃんが食べるのを邪魔してるのは同じなのだ。美味しいものを食べること、それが満腹丸ちゃんの生きる意味なのだ。くだらない、聞いて損をしました。話を続けましょう。納得できないって点では私もお姉ちゃんと同じだよ。でもどうするの？それなんだけど、私決めたんだ。決めたって、まさか。指針を全部倒してこの島を解放する。それで先輩たちの大切な今っていう時間を取り戻すの。その上でビクニに残りたければそうするのもいいし、出たければ自由にすればいい。随分と簡単に言うが、それがどれだけ困難なことか分かっているのか？それにこの島を出たらどうなるか、越後屋が言っていたこと忘れたの？私たちは生体兵器として売られる、そしてどこかの戦場に送られるんだ。モモの言う通りよ。人間としてじゃなく兵器として扱われて、いつ死ぬかもわからない。今までのほほんと生きてきたあんたにはわからないでしょうね、戦場の地獄はどんなものか。バイオラちゃんやモモちゃんがどんな辛い目に遭ってきたかわかるなんて言えない。でも私は。でももだってもないわ。とにかくリンカ、あなたは甘い、甘すぎるのよ。私たちヴァルキリーの現状をまるで理解できていない。いい、はっきりと言ってあげる、リンカの考えは間違ってる。モモ、あなたもそう思うでしょう？私はわからない。リンカの言っていることもわかる。だけどこの島を出るのは怖い。モモちゃん、確かにヴァルキリーの現状を鑑みれば、グンダリ先生の言っていたことが正しいでしょう。ただ他にやり方がないか可能性を確かめる必要があると思いますが。どういうことです？ビクニの司政官でもある理事長の口からは何も話を聞けていません。まず私はそれを確かめてこようと思います。なるほど、確かにそれは必要なことですね。なったら私も行くわ。リンカがやろうとしていることを報告しておく必要もあるでしょうし。協力してくれないんだヴァイオラちゃん。当然でしょ、あんたの考えに付き合って破滅するなんてごめんだわ。私は自分が間違ってるとは思わない。だって間違っているのはこの島の方だもの。あなたね。ヴァイオラさん、落ち着いて。何が正しいかは各々の目で確かめるしかありません。小春の言う通りね、頭にお花畑が咲き乱れている相手といくら話しても無駄だわ。私頭の中でチューリップとか栽培してないよ。そういうことじゃない。とにかくお話はここまでです。私たちは理事長に事の次第を確認しに行ってきます。それでは。三人とも行っちゃったね。うん。ねえお姉ちゃん、ヴァイオラにあれだけ反対されてもまだ指針を倒すつもりなの？うん、この島を出るために先生たちを倒さなくちゃならないなら私は戦うよ。だけどさっきヴァイオラちゃんに言った通り、私の考えは変わらない。
もし私が指針に取り込まれて時間を止められて、それでいつか治療法が見つかっても、その時には大切な人たちがみんないなくなってるかもしれない。そんなの耐えられないよ。だけど指針の強さはお姉ちゃんだってよく知ってるはずだよ。きっと先生たちは死に物狂いでお姉ちゃんを止めようとする。訓練で合格点をもらおうってのとはわけが違うんだよ。そんなのわかってる。だったらどれだけ無茶なことかわかるでしょ。この島のことやご帰省なんてどうだっていい。私はお姉ちゃんが危ない目に遭う方が嫌だよ。ランカちゃん、そんなこと、私は絶対に負けたりしないからね。今までだってそうだったでしょ。結構負けてたような。これからは絶対に負けないから。お姉ちゃんのことは信じたいけど、やっぱり心配だよ。だってお姉ちゃんポワポワしててどこか危なっかしいところがあるんだもん。なんかちゃん、お姉ちゃんのことそんな風に思ってたのね。あと結構天然だし、ドジなところもあるし、それからそれぐらいにしておけ。ランカ、リンカが立ち直れなくなるぞ。はぁ、ランカちゃんにそんなこと言われるなんて、お姉ちゃんショック。ああ、いじけないでお姉ちゃん。ごめんなさい、私もちょっと言い過ぎたよ。ああ、いいの、私が頼りないのがいけないんだもん。そんなこと気にしないで。頼りないところもお姉ちゃんの魅力だよ。やっぱり頼りないんだ。いじいじ。全くフォローになってないな。あ、ごめんお姉ちゃん、ついうっかり本音が。本音なんだ。私ってやっぱりダメなお姉ちゃんなんだ。大丈夫、どんなお姉ちゃんでも愛してるから。だからフォローになってない。というか二人とも落ち着け。何の話をしているのか全くわからなくなっているぞ。確かにそうだね。ついお姉ちゃんへの愛が暴走しちゃった。それで何の話だったっけ。リンカが指針を倒すという話だ。そっか、ありがとうももちゃん。とにかくお姉ちゃんのことは心配しなくて大丈夫だから。ううん、やっぱり心配だよ。え、なんで。前にバルキリードライブの後大怪我して倒れたこと忘れたの。ずっと面会謝絶だったし、生きた心地がしなかった。もう二度とあんな思いはしたくないよ。ランカちゃん、ごめんね。それでも私は戦う。戦わなくちゃいけないの。だからお姉ちゃんのこと信じて。信じたい。私だって信じたいよ。でも無理だよ。どうしたら信じてもらえる。どうしても指針と戦うって言うなら、その前に私と戦って。え、戦うってランカちゃんと。私に負けるようじゃ先生たちに勝てるはずないもの。それならお姉ちゃんだって諦めがつくでしょ。それにどちらも譲れないものがあるなら、戦って決めるのがバルキリーでしょ。ランカちゃん、うん、そうだね。それじゃあ勝負だよ。お姉ちゃんは強いってこと教えてあげる。それじゃあパートナーを決めなくちゃだよね。ももちゃんは。すまない、私はこの島を出ることが。だから今組むのなら私はランカと組みたい。いいの、クズリュウ。ああ、もちろんランカがそれでいいのなら。だが。いいに決まってるでしょ。ありがとう、クズリュウ。そっか、仕方ないね。じゃあ私は。
満腹丸ちゃん、お願いできるかな。受けたまわったのだ。満腹丸ちゃんにお任せあれ。ありがとう。体を動かせばお腹が空いてご飯が美味しくなりますから。そんな理由でオッケーしていいの？まあらしいといえばらしいけど。多分こいつは何も考えてない。よし、これで決まりだね。それじゃあ始めようか。絶対に負けないよ、ランカちゃん。終わらせてご飯にしよう。温まってきた。クズリン、準備は？いつでもいい。じゃあ張り切っていきますか。あったー。はい、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 これで締める。強いね。ランカちゃんとモモちゃんもすごく強かったよ。だけどみんなの今を取り戻すために絶対に負けられなかったから。そして私たちの未来を守るためにも。はあ、疲れたけど気分が晴れた。
なんかもし時間を凍結させられたらお姉ちゃんと喧嘩もできなくなっちゃうんだよね。お姉ちゃんとドライブすることも反対に戦うこともこれが今を生きるってことなのかな。お姉ちゃん多分そうだよ。よし決めた。私もう迷わない。お姉ちゃんと一緒に戦う。ランカちゃん、お姉ちゃんの笑顔のためなら指針とだって戦うよ。ありがとうランカちゃん、とっても心強いよ。なんだか楽しそうなのだ。ひょっとして美味しいものの話をしてるのだ。ずるい、満腹丸ちゃんも食べたいのだ。満腹丸にかかると何でもご飯の話になっちゃうね。よくわからないけど、それほどでもありません。褒めてないよ。満腹丸ちゃんに負けたくせに。なんだと？ねえ、ももちゃんはどう？私たちに協力してくれると嬉しいんだけど。リンカの意志は本物だと思う。今の戦いでそれを感じた。だけどまだ島を解放して無事で済むとは思えないんだ。すまん。ううん、謝らないで。ももちゃんがどうするかはももちゃん自身が決めることだから。すまん。ただお願いがあるんだ。私たちの戦いを見届けてほしいの。それくらいなら。だがそれだけでいいのか。うん、友達が見ててくれると思うといつもより頑張れるもんね。友達。そうだよ、友達でしょ。友達か。ああ、クズリュウは私たちのこと友達だと思ってくれてなかったんだ。いや、そんなことはない。そっか、友達か。わかった。友としてお前たちの戦いを最後まで見届けよう。ありがとう、ももちゃん。それじゃあお姉ちゃん、そろそろ行こっか。え、行くってどこに？決まってるでしょ、失神を倒しにだよ。倒すって今から？今倒せないなら明日になったって倒せないよ。こういうのは勢いが大事だと思うんだよね。さっきまで止めようとしていた人間の言葉とは思えないな。もう迷わないって言ったでしょ。私はお姉ちゃんを信じてる。それにお姉ちゃんが危ない目に遭いそうになったら私が守ってあげればいいんだもん。なるほど、ランカらしい。ありがとうランカちゃん。私もランカちゃんのこと守ってあげるね。うん。やっぱり私たちって相思相愛だね。そういう話ではないだろう。なんだよ、文句でもあるの？別に。うん、確かにランカちゃんの言う通りかも。え？何？お姉ちゃん、それって告白？プロポーズ？私はいつでもオッケーだよ。結婚式ではどっちがウェディングドレスを着る？私はタキシードでもいいよ。お姉ちゃんのドレス姿見たいし。正気か、リンカ。何の話？何の話って、さっきランカちゃんが言ってたでしょ、今から指針を倒しに行こうって。確かにランカちゃんの言う通りだなって思ったんだけど。はあ、なんだ残念だったな。うっさい。お姉ちゃん何か間違えちゃった？気にするな。間違えたのは妹の方だ。それも盛大にな。くっそ、言い返せないよ。じゃあ指針を倒しに行くってことでいいのかな？もちろん、私が言い出したんだし。本気でやるつもりなんだな。うん、私たちの戦いちゃんと見ててね、ももちゃん。わかっている。だがくれぐれも無理はするなよ。大丈夫、心配しないで。うー、気合入ってきた。よーし、
指針を倒しに行こう。うん、お姉ちゃん。先輩たちの大事な今を取り戻すために。お姉ちゃんと私と、あとみんなの幸せのために頑張るぞ。おー